駅から犬坊崎付近の空中写真犬吠駅は千葉県銚子市犬坊崎にある銚子電気鉄道銚子電気鉄道線の駅である。駅番号は CD09。関東の駅100線に選定されている。当駅が犬吠駅に改称される前年まで、東大前から外川間には犬吠駅が存在した。現在もホームの後らしきものが残っている。 天然温泉リゾート、ホテルスパ付き見片あたりがほぼ駅があった、所在地と思われる。沖縄ツーリストが、命名権を取得しており、大津、犬坊崎温泉を冠した愛称としている。沖縄ツーリストのキャッチコピーである、ワンツースマイルの略称、大津を、犬坊の駅名の一文字である、犬の鳴き声との語呂合わせ、現地観光名所の犬坊崎温泉と掛け合わせている。 かつては廃車になったデハ501と元相模鉄道も2022の2両が駅前広場に置かれ電車の車体を利用した NPO 運営の福祉喫茶電車レストランカフェド笑顔が営業されていたが老朽化園外による車体の腐食のため2012年7月下旬に解体処分された単式ホーム一面一線の地上駅駅員配置駅 ホーム上と駅舎内に自動販売機、コインロッカー、水洗トイレあり。駅前に8台分の駐車場設置。1日平均乗車人員103人近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。君が、浜と犬坊崎犬坊崎東大観光地、観光施設が、駅周辺に点在する。駅前を発着する、バス路線はない。かつては、 三崎巡りシャトルバスが運行されていたが、2019年3月31日をもって休止された。ありがとうございます。